ばんは。こんばんは。お疲れ様です。皆さん、金曜日お疲れ様です。一週間終わりですね。クロちゃんさん、かわいい、ありがとう。ホグピグさん、紅葉、ありがとうございます。平日終わりだよ。進行上がったよ。みんな大丈夫ですか？皆さん、関東に、関東、東北の方もあれだったのかな。とにかくちょっと地震の影響があった地域に住んでいる方、皆さん本当に心配です。大丈夫かな。ヨシタンさん、尊い、ありがとうございます。余震とかはないのかな今のところ。まあちょっとまだ1週間以内、1週間とかはちょっと油断ができないと思うんですけどね。ちょっと私たち、あのね、いつどこで地震が起きるとかわかんないからね。ちょっとみんなやっぱり準備しとかないとですよね。ホームランくらいで食べれる、ありがとう。2回目リピートしに来てくれるの、マジでありがとう。クロちゃんさん、トンボ、ありがとうございます。え、エネさん、だるま、ありがとう。クロちゃんさん、キノコ、ありがとうございます。こんばんは。ね、ちょっと結構やばい揺れ、久々に大きい揺れが関東の方は来たんじゃないかと思うんですけど、私はそうね、寝ちゃってたんですよ昨日。10時半ぐらいだったと思うんだけど、あの、寝てました。そう、昨日マジでめっちゃ早寝してたんよ。すごい早寝で、あの、その夕方から寝てたとかじゃなく、普通にもう10時半ぐらい前とかにはもう布団に入って、よし、もう寝ようと思って寝てたので、全然知らなくて、気づかなくて、あの、九州の方は地震はなかったんですけど、そういう状況になっているとは知らずにね。亀さん、紅葉、ありがとう。今日寝るかってなる日で、そう、今日寝るかってなった昨日ね。昨日はよし、もう寝るかっていう日だったのよ。でもさ、本当にそれさ、考えたらさ、もしね、なんかもっと本当に大きな震災があったとして、で、そういうこともあるってことですよね。だからその寝ちゃって、ちょうどいつもは起きてるのに、その日たまたま寝ちゃってて、で、地震が来たとかあるってことですよね。そういうことがちょっと怖いよ。だから私の、そう、家族は大丈夫、連絡取れました。そう、だから寝てる時にそういう震災、なんか本当に地震とかもそうだし、災害系はちょっと怖いねと思って、そう、夜とか、まあ朝方とかもちょっと結構ゆうつのばあさん、トンボ、ありがとう。出ると起きないからね、起きない。私どうだろうな、でも音とかでは起きる気がするんだけど、そのアラームっていうか、地震アラームみたいなやつ、は
で、もしそれが鳴ったら多分起きると思うけど、警報アラーム、地震の終わりかけに来たが、あ、そうなんだ。ちょっとね、ラグがあるんだろうな。クーハって言った時だけまで、それはきつい。っていうか、でもいたんじゃないですかね、昨日普通にお風呂、入浴中に行って、だって夜普通にね、お仕事帰ってきて、ゆっくり、はい、じゃあゆっくりもう、ね、湯船に浸かろうとか言ってこう、ね、お風呂入ってたりした方もいると思うんだよね。本当に怖いって。友達からの電話が来て、あ、そうなんだ。頭の上に物が落ちてきても起きなかった。怖い怖い。しん、事前にアップとちょっと親切だよ、それは親切。作り的に割と安全。あ、そうなの。マジか。倒れてくるものはないか、確かに。うん、どうなんだろうね。ちょっとでも本当に怖いなって改めて思うね。ね、来てからじゃ遅いみたいなとこあるからな。ね、そのアラーム、地震が来てアラーム鳴るって感じだと。いや、もう そこはもう着替えるでしょ、秒で。もう、でもとにかく怖いね、寝てる時とかもね。ちょっとだから、まあ皆さんちょっとまだ油断せず。でもわかんない、本当に関東、今回は関東がね、結構震度5とかだったんですけど、いつどこで起きるかわからないので、はあ、怖いなと思って。連絡取れなかったら、連絡取れなくなったりしたら怖いよね、本当に。そう、本当に怖いなと思っちゃう。ちょっと皆さん、ちょっと油断せずね、余震が来るかもしれないので、油断せずでね、生活しましょう。私もちょっと怖いわ。むささん、かわいい、ありがとう。なんかでも、あ、そうね、だからあれかな、家具とか、家具っていうか部屋が、部屋のものがなんか崩れちゃったり散乱しちゃったりみたいなあったのかな。でも東日本大震災の時も本当に家帰った時、物がすごい落ちてたので、なんか飾ってたものとか出たので、怖いなと思って。洗濯物は干しました。さん、トンボ、ありがとうございます。名前がよかった、干せたのかな。エレベーターの中で揺れて、あれ止まっちゃいそうですよね。実際にさ、エレベーター、止まったことあるとか、あの経験ある方いる？あ、地域も可愛いです、ありがとう、うん、いますか？なんかドラマとかでしか見たことがないんですけど、ドラマ
ドラマと言っても恋愛ドラマとかでしか見たことがない。あのエレベーター止まっちゃって、なんかちょっと寒くなっちゃって、あの洋服っていうかアウターとかこう羽織ってるものを貸してあげるみたいな、そういうのでしか見たことがないです。ひろゆきさん可愛い、ありがとうございます。小学生の頃に一度だけやる、怖い。あれはあの電話とかもなんか電話とか無線もなんか繋がらないのかな、やっぱどうなんだろう、あれ繋がんなかったらもう終わりだよ。すぐに全部の回を押せばいい。あ、そうなの？怖いよそれね、エレベーターの中とかも怖い。地震の時はちょっとそうね、繋がらない可能性あるんかな。もうその不具合で日常的ななんか普通に不具合だなあ、まだ繋がるとは思うけど、その震災が起きたらなんかいろいろなんか遮断されそうじゃん、だから怖いよね。一人で乗ってたんだ、しかも怖い。公衆電話使ったこと、公衆電話使ったことありますよ。うん、あるあるある。公衆電話使ったことあります。何で使ったかというと、なんだっけ、あ、部活。なんか中学の部活の時に、怖いじゃなくてピンチな時があったのよ。公衆電話、公衆で、あ、そうだ、なんかね中学の部活の時さ、やっぱ携帯とか持ってきちゃダメだったので、中1の頃かな、なんか、あ、でも後半、後々携帯 OK になったんだけど、最初なんかダメで、でなんか大会終わりに、お家に電話をかけなきゃいけなくて、あ、今から帰るねみたいな、あ、え、違うな、いや、それは顧問の先生の携帯で電話してたんだっけ、待って、公衆電話使ってた。でも道に迷ってとかなんだっけな、でも携帯をとにかく持ってなくて、部活の時になんか困ってお母さんに電話かけたことがある、お母さんだったかな、お母さんに電話かけたことがある。でもその時結構ピンチだった。テレホンカードね、なんか持ってた、うん、持ってた気がする、うん。いや、とにかくなんか中学生の時にその携帯持ってなく、携帯を持ってきちゃダメでみたいな、なんかねお母さんに連絡した時あったな。
835です。2回目。昔のこと、いやなんか、覚えてたわ。なんでだったかちょっとあんまり、なんかね、多分最初の頃なんだよね、入部したて、部活に入部したてで、ね、まだ顧問の先生の番号を覚えてなくて、そうメモするの忘れちゃってて、とりあえず一旦お母さんに電話をかけて、なんだっけって、顧問の先生の電話番号なんだっけって、なんか、連絡、お母さんに電話急いでかけた気がする。でも結構なんか、だから何回か使ったことある。愛知の壁車だけを乗って避難します。そうですね、みんな壁車を持って壁車を購入してくださった方はもうね、えでも重たそう、重くないか。ドアが開かなくなった。あ、震災の時は停電とかあったりね、もう学校から帰る時も上履きで帰ったし、この続きはお話し会で聞きたい。あこうそんな気になる、こう公衆電話エピソード気になります。駆け込みで今日壁車ポジりました。ポチってくれたの？ガチじゃん。ガチじゃんとは。マジで嬉しい。本気度が伝わってきました。なんか、今日までなんだ。いや、お互いからちょっとね、皆さん無理はせずっていう感じで。やばいね、ありがとうございます。皆さん、ありがとう。届いた報告待ってる皆さん。届きましたっていうの私に見せてください。嬉しいよ。上履きで帰ったっていう記憶でもなんかね、3.11 でしょ。で、私は小学校4年生の頃だったので、小学校6年生のその卒業式が3月14でもう本当に卒業式前に震災が起きてしまったので、卒業式も延期になっちゃったかな、確か延期だったか、あったはあった気がするな、でもとりあえず延期になっちゃった気がします。学校もない、もう卒業式前で あの6年生はさ、行きたいわけですよね、最後さ、学校に登校したいわけですよね。なんかゲームとか遊びとかするじゃん、みんな卒業式前はさ、そういうのもなし、多分なんかもうとにかく学校がもう休み休校になっちゃったので、なんか大変だった記憶がある。大変だったっていうか、かわいそうっていうか6年生がなんか悲しんでた記憶があります。私は4年生だったのであれだけど、小学生でした。
10年ぐらいも経ってますね。お家に帰る途中じゃないな、学校でした。学校のなんかテスト返しをする前だったかな、テスト返し前だったかな、どうだった、そう、テスト返しするよみたいな感じだったかな、まあ、とりあえずまだ授業中でしたね。そうだからお母さんがその後迎えに来てくれたけど、あのお仕事してるさお母さんとかもいるからさ、そういう子たちはなんか結構残っちゃってた 体育館でね、みんなで。お母さんとか保護者が来たら帰れるって感じだったから、そう大変よね。お仕事してたらだって帰ってくるのもさ、電車とかさ、タクシーとかも全然あれだし、バスとかもあれでしょ、もうね大変ですよ。本当に仕事してましたね。あ、そうなんだ。私はもう上履きで帰ったっていう記憶がすごい。帰ってで、なんかお部屋をちょっと、お家帰ったらちょっとびっくりして、そう、物が落ちたりしてびっくりして、テレビ見てニュース見てなんかもうってなってた。もう言葉が出ないって感じで、どういうことってなって、そう、どうなってるのってなっちゃったね。レッスンシューズで帰宅は、今でもありますね。たまにやっちゃってます。それから来てんのかな。電車止まっちゃってたりもしたのかな。電車バスタクシーもねないですよね。20キロ歩いて、みんな歩いて帰るしかないよね。でもいや、駅とかもだってもうやばい状態ですよね、きっと。でもほんと遠い人は歩いても帰れないでしょうね。怖いね、光景がちょっと見たことなさすぎて、なんか初めての体験すぎて、なんかもうえっていう、どういうことってなったね。ちっちゃい4年生の頃だから、なんかまだとにかく怖かった。長っちさん、バラジップありがとうございます。会社来てた人に乗せてもらった。そっか、めちゃめちゃありがたいね。自転車がめっちゃ売れて、自転車を買うんだ。そうだよね。でもやっぱ家帰りたいですもんね。時間付き、いや確かに通勤で、まだ私はさ小学生だったので、地元のその地域の近いじゃん、小学校とかやっぱ中学校とかも。で私家近かったのよ、割と。なので全然平気だったけど、それが私高校とかだったらちょっとあれだったかもね。やっぱその交通機関をこう利用して通学してたので、結構時間かかってたので、すぐには帰れてなかったんじゃないかなと思うけど、まだ小学生だったから、そう歩いてね
お迎えにも来てもらってすぐね帰れたけど、10分、あ、そうなんだ、10分。大阪の地震、大阪、そっか、大阪の方もあったのか。でももう本当にそれを思い出す、震度5でしょ、震度5弱とかでしょ、本当にめっちゃ揺れたんじゃないかな、本当に。だってかなり揺れたよね多分。怖い。では帰れない。そうだろう。早くカレンダーが、ああおお、運動会、あ、そっか、運動会ね、いいな、子供の運動会とか見たいよね。そうね、でも布団から飛び起きました。あ、やっぱ寝てる方もいるよね。いや津波はちょっと、本当に怖い。2時間、もう頑張ればいけるかな。とにかくまあちょっと本当に備えは大切ですね。あ、てかあれだね、あの話があるけど、そのあれだ、壁車買ってくださった方、なんか私たちがこうサインとかなんかできるんだったらさ、いいんだけど、もしないのかな、もしなかったらなんかそうだな、この配信とかでなんかしたいな、したいなっていうか、その買ってくださった方一人一人になんか書きたいな、と思ったんだ。そういえば何もないのちょっとあれなのでね、申し訳ないじゃん、申し訳ないっていうか、すごいありがたいことでさ、一人一人メッセージとかも書きたいけどね、どうなんだよ、そのあんまり、いやなんかもしで書くとかなったらさ、あのいいんですけど、ないのかな、何もまだちょっと詳細が私たちのメンバーにあんまり来てないので分かんないんだけど、もしなかったらちょっと配信で
ますかね。サインとか、まあ、メッセージとか書こうかな。はい、到着報告。そうね、購入していただいた方は買ったよって言っていただければ。しますね。うん、ちょっとメモしとこうね。愛知で負担にならない。いや、負担はないですよ。っていうか、むしろそんぐらいしかできない。そのぐらいしかできないけどっていう感じだわ。本当にすみませんね。ほんとさ、いやでも買いたくて買ってるんだよってごファンの方は言ってくださると思うけど、本当にねえ、いつもグッズとか買ってくださる方、本当にありがとうございます。今回はちょっと特別だ、お高すぎてあれだけど。こんばんは。こっちにカベシャあるの面白いやんって気持ちだけで買ったからやばい。いやでも、うん、すごいよねすごい。いやフットワークが軽いね。軽いですの。ありがとうございます、購入してくださった方ね。嬉しいし、なんかちょっと見たいどんな感じなんだろう。財布も軽くなりましたなんとも返せないうまいことを言っているのは伝わった、うん、返しが見つかりません、返す言葉が地に来ても落ちないよね。いや危ないね。ねえ、重量感やばいのかな。私も持ったことがないので分かんないね。写真しかないな。でも結構、いや重いよな多分、うん、軽くはなさそう。あの額縁みたいなあれがちょっと重たそうな。国翔さん、お化けありがとうございます。夜ご飯はみんな食べたかな。私の技の練習したかった時卒業前ってこと。はるちゃんの持ったことある。え、私持ったっけ。記憶にないや持ってた、私持ってたっけ。え、
ってたっけ。それメンバー持ってたっけ。そんな、あ、はるちゃんがね、あ、はるちゃんのって呼んじゃった。はるちゃんがってことか。はるちゃんは持ってるし、サナも、あ、サナもサナもとみんな取るよね、あれ。どうなんだ。だね。いやー、どうなんだろう。その持った人にしかわからない重量感がありそうですね。じゃあみんなすごい。私よりも先にどんな感じか、ちょっと春ちゃんは卒業して1年以上経った、1年ぐらいかだね。そっか、なんか結構遠い昔のように感じちゃうんだけど、なんでだろう。昨日のように感じるじゃない、逆。なんか結構なんかさ、1年以上前な気がしちゃう。なんでなんだろう。ということは1年経っ、なんでなんだろうね、このさ、あれ、なんか前、すごい前のイメージがするんだけど、というのはどういうことなんだ、なんでなんだ。はるちゃん、今もはるちゃんです。今もはるちゃん。たまにね、たまにリミカが電話かけて、はるちゃんに一緒にいるときに電話かけて、あー、はるちゃんみたいな。この前、ちょっと前にも電話したね。うん、普通に元気だね。でもちょっと、まあ勉強がちょっと忙しそうですけど、濃密な2秒過ごしてきてるから。なんかでも逆な気もするんだけどな。なんかさ、めっちゃ毎日毎日充実してたらさ、あっという間じゃない？あっという間じゃないかとは思うけど、トキチさんハートありがとうございます。なんか公演とかもやっぱなかったし、ない時期もあったし、ということなのか。あっという間だが遠い過去。そうなのかな、わかんないんだけど、とにかく昨日のように感じるってことはない。結構前、だいぶ前だと感じちゃう。でも確か、それか、いろんなことを、いろんな、でもまあ公演はできない時期もあったけど、でもいろんなこう仕事があったり、いっぱいいろんなね、イベント、コンサートとかライブとかもあったので、遠い昔に感じてる。遠い過去に感じてるっていうこと？難しい難しすぎる。難しすぎるな。
濯物干しましたさ。猿ありがとうございます。お猿さん、なんでだろうね。でもまあとにかくね、あ、1年ぐらいかって感じだね。1年か、難しいねちょっとその時間の感覚的なあれは難しい。なんだっけ、あ、電話。そうね、まあはるちゃんと電話ね、私からかけるってことはあんまないな。でも、てかそのはるちゃんに限らずなんだけど、私基本電話あんましないのよ。そう、電話をねしないっていうか、なんかさ電話ってさ、なんかそのしようと思ったら何時間もできちゃうじゃん。寝るタイミングを失うやんで、ね、あれそんなにね、ずなんか起きてはいられるけど、生活習慣っていうか、あのなんか夜とかさ電話し始めちゃったらさ、朝ぐらいまでできちゃうじゃん。なんだか朝っていうか、まあめっちゃ遅くまでできちゃうじゃん、しようと思えば。だから切るタイミングを失うじゃん、それがそう、なんかあれで、あんまり電話を、あの自粛期間中はでもめっちゃ、あのね、よくメンバーとしてたけど、あんまりだから電話をねしないんだよね。あ、この前はディミカと、若菜とひじりと電話したんですけど、夜そうだな、誰だっけな、ディミカかな、ディミカが電話しようみたいな、そう言って、ディミカはよく電話してんだよね。メンバーともしてるかも、友達ともよくしてるイメージなんだけど、寂しがり屋なんでねそう電話 しないみたいになってて、そう、あ、ちょっとどうしようかなと思ったけど入りました。あ、私あ結構久々に、そう、久々にメンバーと結構長電話かな、割と長電話だったかな。何分してたか忘れちゃったけど、1時間半ぐらいしてたかな。うん、まあ、なんかその切るタイミングってさ、難しくないそこがね、私苦手じゃないけど、なんか切るタイミング、なんかその要件があってさ電話したんだったらまだしも、暇電的なやつっていつ切るかわかんないじゃんだからあんまり相手は電話を、人と電話をしないんです。うん、眠くなったらかな。まあでも、まあでも電話しようって言われたらまあするけど、自分からだから電話しようみたいなはない、あんまり自分から切れないタイプですか。いやでもね、いやなんだかんだもう普通に自分からちょっと眠い、寝るわみたいな眠くなってきたら、ちょっと眠くなってきたわみたいな感じで切るし、うん、切るかな。
う、暇でんっていうのかな。私はだからあんまり、令和だなんて、平成の時からありますよ暇電話学生の頃よく使ってた。もともと私電話あんましないタイプです。なんか要件がある時はあれするけど、全然さ、電話しない。そうなるとやっぱ自分の時間が好きなのかなとも思うね私は。うん、 LINE とかはまあさ普通にするけどさ、自分の時間が好き。何時間も繋いでられる人で、そうすごいよね。でも前でもね、でも友達とかとすっごい長電話してた時もあったけど、長電話っていうかあれか、なんかあれか、なんかゲームしててみたいな。電話つないでたのではめっちゃ何時間もしてたことあるけど、電話だけだったらあんまない。なんか電話、そんな話すことが尽きないよね。まあでも普通になんか別に何も話さなくてもつなげてる的なのもあるよね普通に。本当に仲良かったら全然。基本私はなんか電話ちょっとあれだな、そんなに自分からはしないかなって感じだね。嫌いなわけじゃないんだけど、自分の時間が好きっていう女の子同士で長電話するぐらい、男の子同士であんまないのかな。なさそうだね、女子って長電話しがちだ。確かにショールームは行けるんだよまあショールームはプライベートじゃないから、プライベートではあるけどではない、なんか難しい、あんまりない。ないか、なさそうですね。ないか、はないですね。なさそう。あ、そのゲームとかではありそうだね。そのゲームでボイチャっていうのかな。ゲームで電話したりとかはあるかもしれないけど、しなさそうですね。私は聞く前になってしまう。私もそうかもしれない。あ、でもそのマリがめっちゃ話す時もあるけど、若菜とリミカとフィギュと電話した時っていうか、まあ大体若菜がいる時は若菜が永遠喋ってんのよノンストップであの人喋れるのね。そう、なんか話すことなかったとしてもなんか若菜ずっと喋ってんのよ。だからありがたいのよ。
ありがたいっていうか面白いし面白いしめっちゃ話してくれるので、そう聞き応えがあるみたいなそうでもずっと ノーストップよ本当に。今かなはずっとずっと何かしら喋ってんね。中さん、さゆりありがとうございます。相談事とかまたし電話ね、なんか話すことあるよね。いや喋りだしたら止まらん系です。村上さんちょっと早口、ちょっとじゃないのよ、早口なのよディミカが何言ってるかわからんみたいなうん、なんて言ったみたいなことも結構あるそういつもディミカがちょっと突っ込んでんのよ、結構な早口よ。まあでも私たちもう慣れましたけどね、わからん早口にも時々わかんない時あるけどさ。カトキチさん本当ありがとうございます。村上さんめっちゃすごそう。すごいよ、みんな口喧嘩とかなったらわからんに勝てないと思うよ、論破されるよ論破私は割と喋るの遅早くはないですけど、我が家と比べたらもうすごい速さの違いがすごそう、スピードラーニング、うん、長く話したことないから次のぜひ来てくださいね、長くお話ししたいしたい、論的にせいでいい、うん、そうね、こんばんは。まあとにかくね、若菜と電話してると結構なんかあっという間に時間経ってるかな。そう、とにかくまあ電話はね、電話はそうね、あんまめったにしないかも。アリが若菜とリミカとひじりがしてて、最後に私が入ったんだけど通話に、えアイディアンみたいなレアだから私たまに入るのよ、たまに、うん、たまに参加するタイプなので、え、アイリーいるやんみたいな、アイリーも入ってヤッホーとかも言わずに静かに入って静かにちょっとみんなの会話を聞いててで、え、アイリーいるやんみたいな、なんか言ってよみたいな感じ、しれっと入るタイプです。レア、レアっていうかまあそうね、言葉挟む好きない、うん、
さおさんハットありがとうございます。まあたまにね、たまにの電話はいいよね。楽しい、楽しいよ。たまにするのがいい。普通のさ電話とか LINE 電話以外使わないよね。あんま使わなくなってます。LINE 電話がほとんど、普通のこのなんだ、普通の携帯電話のその電話番号の電話あんまり使わないのよ。そこまでたまにって感じだっけ。使わなくなってるよねとは思うね。使わなくてもまああんまり大丈夫って感じ。なんかそのあのさ、知らない電話番号かかってきたらさ出ますか？なんかあれ出れないな出れないのよ。そう、でもその電話番号調べる、一旦調べて、なんかその配達とかのあれだったら、会社とか出てきたら、あ、荷物のあれかなとか、うん、電話で検索、ネットであり検索するな。とりあえず出るは、おー、強いね。絶対出ない出ないよね、ちょっと怖いじゃん。怖い。なんかまあ配達頼んだものが、あの注文したものとかがあれだったら配達系だなのかなとか思うけど、何もなくて普通に知らない電話番号だったらちょっと一旦様子見るよね。何回もかかってきたらさすがにちょっとね、あれかもしれない、かけ直さないとあれかもだけど、とりあえず調べるわ。私はネットで調べて、出なかったらなんかネットで調べてもなんかわかんないやつだったらかけ直さないです。怖いよたまにあるよね、たまにあるよね。勧誘の意味だ。そうなんだ、勧誘のは出たことないの。まだ予定のないピンポン、ピンポンも出ないですね。出なくてもなんか困ることないって思うんだよね。あんな、なんか、配達業者の方じゃなければ出ない。
メリーさんからだったら怖いもん。メリーさんって何？聞いたことあるけど、なんか都市伝説みたいなやつだよね、怖いやつ。メリーさん、メリーさんって何なの？あんまり知らない。聞いたことある、聞いたことはあるんですけど、なんか電話のあれなんだっけ、で呪いの電話的なやつだっけ。電話がかかってきたらどうちゃら的な。あんまり知らないかもしれない。なにほさん、こんばんは、ありがとうございます。なに、メリーさんってマジで何なんだっけ。だんだん近づいて、あーそうだ、あそうだそうだ、あーなんか、あーなんか、なんか知ってる、なんか知ってる、聞いたことあるぞ。今あなたの後ろに、あーだんだん近づいてくるやつか。あー、あの電話出て、なんだっけ、なんかその何回か電話あってどんどん近くなってってるんだよね、確か。私の近くに来ちゃってるってことだよね、それだね。思い出しちゃう。私もなんか知ってる、一回聞いたことあると思う、それあれだね、怖いやつだよね。ざっくり怖いやつだよね。うん、怖い。あ、なんか懐かしいね。懐かしさあるね。伊沢さん、秋だね。ありがとうございます。私もあんま知らない、あんま知らないけど。なんとなく聞いたことある。まあまあまあ、信じない信じない。信じない信じない、怖い怖い。電話系はちょっとね、怖いよね。深夜に電話とか怖くない？ないけど、ないですけど、経験はないけども怖いよね。こっくりさんもあれあんまり知らないんだよな。あ、こっくりさんってなんかあれか、導かれる的なやつだ。答えを導かれる的な。クリさん、もう私わかんない、昔のそのなんか怖い怪談系のやつあんまり知らないんだよね。てか怖いのは嫌いだし嫌いだし興味あんまなかったから、キングオブコント見た、マジラブさんのやつね、あれですよね。あれではないけど、あれですよね。あれではないっていうか、もっと怖い内容ってことでしょ。怪談系いっぱいあるね。昔からこう言い伝えみたいな、言い伝えっていうか、なんか私の時あんま流行んなかったな。私、え、昔そういうの流行ってたのかな、学校でそういう怪談、なんかトイレの花子さんとかも知らないし、あんまりなんだろう、学校七不思議とかもあんまり
知らないなって感じ。学校の階段って映画のシリーズあって、あ、そうなんだ。あんまり知らないな。知らないで生きてきてます怖いから怖いからいらないよ、あなこさん。いらないよっていうか知識いらない、怖いから。小学生の頃知っちゃってたらちょっと怖かっただろうな、きっと。衝動が動かないバッサリ、感化されてました。それはちょっと怖い。なんかトラウマになりそうじゃない？10円もらえる。あ、そうなの？階段が1段増えて、ないな信じたくない。賃貸模型、賃貸模型あったけど人間が一番怖いですけど。そうです。本当はでもメイク、いや私もねメイクしちゃうのよ。そう、本当にって思われるぐらいはある。こう風でこうでなっちゃうわけよ。無理なのよ、本当に怖いの。見たくないのよ。見てる意味ないじゃんって思われるかもだけど、ちょっと薄めでこうやってちょっと薄めでね見るの。なんかぼやーって感じで見る怖い時は。瀬尾さん可愛い、ありがとうございます。それぐらいちょっと怖いのは本当に得意じゃないので。そう、お風呂入るの怖くなるよね。やだやだ。クロちゃんさん可愛い、ありがとうございます。いや、お風呂をね、そうそう怖くなるから、そう、昨日今日からおられて、あ、そうなんだ、見に行ったよ。あ、面白かったな。今日から俺は面白かった。また見たい。福田監督、そう、別に法則守らないといけない、うん、ありえん行動してくるから。本コアもやるみたいですね。本コア23日、今度の23日に本コアやるみたいよ。秋の本コア、夏のイメージがあるんだけどさ、本コアはさ秋にやるみたいです。絶叫しないよ、絶叫しない、実況しないと思う。あ、ひじりと見たいんだよね、見るとしたら。ひじりと見たいっていうか誰かと見たいんだけど、ひじり本校は好きなのよ。だから見るとしたらひじりと見ると、ルール守れやってなルールないのよね、もう幽霊とかにはもう通じないのよ話が。確かにね、扉閉めていんのおかしいよね。確かに何でもありやんってなる。
白い。物理法則で戦う新しいですな。あ、でもちょっとね、年々なんか子供の時の方が、ちっちゃい頃の方が怖かったイメージはある。本子はそれはちょっと小さかったからなのか、大人になってきたらやっぱ怖くなくなっていくのかね、わかんないんだけど。年々ね、でもまあまだ無理だけど。京次さん、ハートありがとうございます。はい、あ、9時半になりました。じゃあそろそろ今日も終わりますかね。夜の配信終わろうかな。イカゲームとかバトロワ系はまだいける。その幽霊系が、お化け系がちょっと、あのジュオンとか貞子とか、なんかホラー系がちょっと無理です、私は。ではランキングを読みます。13位ノーさん、12位タークンさん、11位ウオッカさん、10位イサオさん、9位ユウツナバラさん、8位ナオさん、7位ノッツさん、6位ペシさん、5位スミスさん、4位ヒロユキさん、3位クニショウさん、2位クロちゃんさん、1位ホグピガさんです。イエーイ、ありがとうございます。ホグピガさん、お疲れ、ありがとう。皆さん、1週間お疲れ様でした。イチロシさん、お疲れ、ありがとうございます。明日もお仕事の方いるかもしれないんですけど、とりあえず1週間、平日ね、金曜だから今日はみんなお疲れよく頑張りました。ゆっくり休めるかな、休んでください。明日お休みの方ね、お疲れ。うん、また明日。ではでは、バイバーイ、おやすみなさーい。